眠るトライすること。なんか格言っぽい。まずウォーミングアップといくお相手は、ヒーヨシザウルス、無茶クッパスですね。なぜ本名で呼んだし。そういやそんな名前があったなとふと思ったので、ヨッシーはあまり見かける印象はないですね。これは詳しく解説する必要があるのでは。ウェディの卵がめちゃくちゃ厄介そう。あとジャンプ力がちょっと特殊だし眠る合わせにくそう。まあそれが一般的なヨッシー戦の印象でしょう。しかしなんとこのプリンちゃん、卵を破壊しながら距離を詰めることが可能なのである。へえ、すごーい。いや冷静に考えたらやろうと思えば誰でもいけるんじゃ。やりやすいという点で見れば私が最強です。ちゃんと自称ってつけときなさいよ。これはまだ飛ばせないかな。有利は取れてるので悪くはないで間に合え。なんとか間に合いました。ダッシュ攻撃すっよ。なんて優秀なバースト手段なんだ。実は優秀。サンスト戦なのでまだまだ道は長いですが続けていきましょう。あと2回眠るチャンスがあるわね。2回とは言わずとも1回は決めておきたいですね。最初の通りウォーミングアップも兼ねてるので。で10回のとこ当てやすさはどうよ。下地に眠る合わせる伝統芸能があるんですが、今のとこ自信はないですね。そもそも最近のヨッシーは下地をあまり使ってこなさそう。シールドの削りはすさまじいけど隙はでかいですしね。それにもしかしたらお相手は眠るを知ってるかもしれません。いやないんじゃないかな。そんなこんなでパパッと1ストック差をつけていく。プリンちゃんにしては珍しい活躍っぷりです。とうとうこの人有利な状況を珍しいって言っちゃったよ。危ない。普通に眠る決めかけました。ギリギリガード間に合ってたっぽい。刹那の見切り倒立と思ったらいきなり最弱になった。自由を奪った状態で殴るなんて。自ら自由を奪ってるし、なんなら殴るじゃなくて蹴り飛ばされてますが、自ら自由を奪うことでエネルギーを一点集中する大技。いやー決めたいですね。さっきみたいな展開はもう結構よ。次は外しません。とりあえずこのストックを眠るか普通に飛ばすか悩みどころ。さっさとバーストできるなら余裕を得るために普通が良さげ。やはり最後にかっこよく決めるのが映えそうでしょうか。インスタ映えならぬスマブラ映え。一文字も合ってない。 150% もあればクエヌ直撃でバーストいけますかね。スマッシュでバーストする方が珍しい。もうちょっと隙に見合った体力があればもっと使うんですがね。前作の下スマを返してほしいと切実に願っております。そういやベッドに変更されてたわね。下今日はほぼ相変わらずなので楽しむならこちら。楽しいかはともかく私は使わない。悲しい。てかさっさとバーストさせなさいよ。どんどんパーセント貯められて差が埋まっていった。ああでもまだ耐えれるはず。セーフ。ほかほか補正もあって普通にやられるかと。軽さゆえの不安。ここ避けられた。今の回避は正直読めたくない。強こすまだ対応できない。逆転されたけど今どんなお気持ち。己よしザウルス。着地間に合え。なんとか間に合いました。貴重なバーストチャンスは逃しません。なんとか速攻でゴグミできたけど、最初の状況から今の状況になったと考えるとちょっと悲しい。いい勝負ができていると思えば楽しい試合ですよ。最終ストックは眠るで決めるために準備していきましょう。期待しておくわよ。お任せあれ。卵で防戦態勢を敷いてますね。ダメージを稼ぐ魂胆でしょうが私には通用しませんよ。卵を割るたびに一つの命が消えていく。中に誰もいませんよ。そのネタは本当にまずいわよ。とでー。ハッキンコングラッツ。そめでたい。アレクエヌじゃなくてその後の下強の当たり判定に眠ったのね。当てどころが意味不明すぎる。完璧なスタートダッシュを切れました。ほらー。初手シールドブレイクとはこれいかに。派手に決めたのはいいですが特に恩恵がないですね。とりあえず雑にスマッシュしました。なんかこの時のため用のコンボでも考えておいたら。その必要はあるかもしれませんね。そもそも次再現できるのがいつになるかは置いといて、余興も冷めたところでお相手は主力です。これまた厄介なお相手が来たもんよ。剣持ちは本当に待たれたら一生攻めれない。だが攻めなければいけない戦いがここにある。プリンを使うということはその辺覚悟してきてる。覚悟はとっくにできている。まあどうしようもなくボコボコにされてたら動画になってないので。寝たいしせこい。印象操作の疑いがあります。当たらなかったー。ちゃんと眠るを外している試合を載せている。これは加点要素。私的には大幅に減点要素なのですが。印象操作の疑いは秒で晴れた。まあそれならいいですけど。主力は引くと小を使われたらまず自分から眠りに行けませんね。こちらも町を使わなければ。どのもなども安心できないわね。軽いのでやはり撃が一番苦しいポイント。欲張らずに全力で逃亡しましょう。大事なのは消費させるということ。話してるとそろそろ激使ってきそうなところまで来ました。敵なんていらなかった。面倒なことになってまいりました。ここからの主力の定石はおそらくモナドの弾。予想は外れてたけだけど、攻めるのが難しいので必然的にバーストも難しいわけで。サンスト戦だしまだ大丈夫でしょ。そうでありたい。正直悲しい話、この試合で眠りは決めれない気がします。
バーストは割とすぐ決めれました。まあ良かったんじゃない？この流れでいくとさっきの試合と同じくらいかかりそうだけど。ガチの試合に長期戦は避けて通れない道。最強のプリンス界目指して頑張っていきましょう。視聴者が寝るかもしれないから見応えある試合を欲しい。プリンちゃんを使うことがすでに見応えあると思うんですが、いかがでしょうか？微妙。はい。ゴブの戦いが続きますね。一生このままゴブになるかも。これがいいのやら悪いのやら。もっと苦戦すると予想してたのでいいですね。まだ1ストック落としても試合が決まらないのは内緒ですが、2ストック戦が見たくなってくる。最近はサンスト戦の方が熱いと思いますよ。大会とかも大体サンスト戦なはずですし。この動画はガチに走ってるのかネタに走ってるのか。私は大真面目です。なのでしっかりした今日を決めました。このベッドリほんと好き。でもあれを相手が手順間違えてなかったら帰れてそう。私の攻撃は思考を惑わせる。そんなしょうもない嘘つかないでさっさとアド稼ぎなさいよ。言われなくともやりますとも。にしてもプリンちゃんだと盾でもあまり優位に働かないですね。上上だけで今後できるキャラにはありがたいイメージ。避けゲーが始まりました。避けるって上に逃げればいいだけでは。欲張って危険な橋を渡ります。全然稼げませんでした。どちらにとっても微妙な結果。早かったー。逆が控えるそう。明らかダメな雰囲気が漂ってたけど生きてるんですね。ちゃんと落ち着いてスマッシュの方向決めないとこうなる。なおバーストからは逃れられなかった模様。あの奇跡の生還を無駄にされるとは。これは許されませんね。みんなよくやる逆恨み。特別に皆さん大好き復帰阻止で決めてあげましょう。眠るから逃げるな。2回外したのでこれ以上はダメな予感しかしないので、キャンプ使ってるのでこれは決まってしまいましたね。さらば若きキャンプ使いよ。いや、あんた何者なのよ。私はしがない眠る使いで候。まあ実際これが一番主力に刺さるバーストだと思います。横復帰が弱いキャラにはぜひこれを。なおヤングなリンクくん、ヤングなだけあって攻撃もなかなかヤンチャです。いまだに3リンクでどれが一番厄介か上下つけにくい。私はこのヤングリンクが一番厄介だと思ってますよ。なんてったってあのニュートラルビーで浮かされるのが面倒なので。それでブニはすごいわかる。けどプリンみたいに軽かったらそんな苦しまないんじゃ。逆に打ちすぎて試合時間が伸びることがちらほら。それに空中技食らったら割とバーストされちゃったり。割とそっちも苦労してるのね。苦労は皆同じ。そこじゃあ、よーし。ヨッシー戦でも同じような眠るを見た。この眠るは待ちさえすればいつかは決めれるので、レア度で言ったらアンコモンくらいといったところ。最高レアとか何決めたら到達できるのか予測不可能。私ですら見たことない未知の眠りが発掘されるかもしれない。これからの期待に拍車がかかりますね。ところでヤングリンクって互換、インクリングにものすごく似てません。めちゃくちゃどうでもいいけど似てるからちょっと悔しい。まあ似てるってだけで特にオチはないんですが。さっきの悔しさ返してほしい。そうそう言ってるうちに1ストック差ついちゃいましたね。当初比で珍しい。ヨッシー戦の時はここから互角に持ち込まれたけど。いやーさすがに2回目はないと思いますよ。このフラグはしっかりと覚えておこう。フラグはおるもの。てか今回3戦連続サンスト戦ね。これはやはりサンスト戦の時代来てますよ。眠るが求めるのは数より質なのでサンスト戦とも相性がいい。質の悪いひたすまだったな。興味本位で打ってみた私が迂闊でした。しかし差は十分。まだフラグ回収とはなってない。ここでさっさとバーストできるかどうかで試合が決まりそう。眠るポイントを逃すのはプリン使いとして情けない。まあスカスよりはマシじゃないの。そりゃそうですけど、いや後悔するのはやめにしておきましょう。今は目先のヤングリンクを飛ばす。これを耐えるとはなかなかしぶとい。しかしジャンプが残ってなかった様子。判断ミスに助けられたわね。差は十分つけれました。最後は眠るで決めたいお気持ち。今日は3戦で終わりなのか。そんな雰囲気が漂いつつありますね。サンスト戦だけで動画作るとこんな感じになると分かりました。見応えはあるけど見どころはあるかなぞ。最後に眠れればそれなりに締めれるでしょう。ラストストックはやっと派手に決めなきゃね。避けゲーを乗り越えた先に勝利がある。なんか最初の頃より弾幕が激しくなってますね。そりゃラスト出し守りに入るでしょう。これ超えないと何も始まらないわよ。ぬ。ようやく隙を見せ、ちょっと。ちゃんと技振り終わるまで待とう。いけないいけない。あまりに攻撃倒せなくて焦ってしまってる。だいぶ差を縮められてるけど、本当に何があったってくらい。またこの展開ですか。相変わらずゴブの展開。プリンに解消という文字はないのか。全ストック速攻眠るで決めて気持ちよくなりたい。リップでそんなことできるにはどうするべきか。まず眠るより大事なことがあることを分かりなさいよ。勝つことですか。そうよ。でも眠れたら勝てますよ。あ、これは何言ってもダメなやつですわ。2回判定やるの忘れてた。しかし私は生きている。これはこのまま耐えて勝てるに違いない。あ、これはこの後すぐバーストされるオチですわ。私は皆さんとは違うということを証明してみせましょう。力を込めます。はい。その早くバーストさせたい心理をいただきました。ほかほかがあったからここからでもバーストできるのか。それじゃあ今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。
次回もゆっくりしていってね。今回は定石通りの眠るを当てれましたね。今後じゃなくて相手依存の眠るってとこかしら。そうとも言えます。次回はレア度レアぐらいの眠るを目指したいですね。